富士ヘッドマーク、大分駅に到着した富士客車の最後尾とテールマーク、はやぶさとの平結運転富士とは、九州旅客鉄道、西日本旅客鉄道、東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道が、東京駅大分駅間を東海道本線、山陽本線、日光本,本線経由で、2009年3月14日のダイヤ改正まで運行していた、寝台特急列車である。なお、 同日のダイヤ改正で平結する、早草と共に廃止された。なお本校では、富士としての名称の遠隔と、東京と九州東部を日豊本線経由で運行されていた夜行列車の遠隔についても記述する。1964年10月1日に、東京大分間で運行を開始した。翌年10月には、日方本線経由で、西鹿児島駅まで延長し、 東京西鹿児島間1 5 7 4 2トルを24時間以上かけて運行する日本最長運転の定期旅客列車となった。1980年10月には運行区間を宮崎駅までに短縮。1990年3月には南宮崎駅までに変更されたが利用者の減少が続き、1997年11月には 大分駅まで短縮された。2005年3月には、東京も時間で、はやぶさとの並結運転を開始したが、運行後期は乗車率が低迷し、JR 九州によると2007年度の平均乗車率は約20%、1日の平均利用者は100、数十人にまで減少し、2009年3月14日に、はやぶさと共に廃止された。 列車名の由来は日本を代表する富士山とされるが、1929年9月に鉄道省が公募により初めて列車愛称を命名したもので、日本最古の列車愛称でもある。富士の愛称は戦後に復活して、以来、1964年10月1日、国鉄ダイヤ改正まで四国連絡を含む東海道本線の電車特急で使用されていた。 列車番号は、下りが1、上りが2として、全区間運行された。東京駅、横浜駅、熱海駅、沼津駅、富士駅、静岡駅、浜松駅、名古屋駅、岡山駅から、福山駅から、尾道駅、広島駅、岩国駅、柳内駅、熊松駅,駅、徳山駅、豊富駅から新山口駅、宇部駅、下野関駅、文字駅、小倉駅、行橋駅、中津駅、宇佐駅、別府駅、大分駅。このほか、 下り列車は前原駅、姫路駅、岡山駅、木月駅、上り列車は大阪駅、前原駅で運転停車を行っていた。なお、上りは中津駅でソニック48号、下りは木月駅でソニック9号の対比を行っていた。なお、大幅な遅延などで品川駅止まりとなった場合は小田原駅に 臨時停車し、小田原品川間は、東海道貨物線経由での運転となり、横浜駅は経由しなかった。熊本車両センターに所属する14系客車が、使用された。スハネフ14系オロネ15系3000番台、オハネ15系2000番台オハネ15系オハネ15、ケースハネフ14系1編成を登り、早やぶさ下り、富士登り、富士下り。 早やぶとする運用を組み合わせる形で使用されていた。富士、早やぶに使用された十四系の製造時の形式は、十四系十四型が五両、十四系十五型が九両、二十四系二十四型が一両、二十四系二十五型が十六両と、二十系を除く旧国鉄が設計、製造した、寝台特急用客車の全形式にわたった。このため、 銀体の車両が多数派となっているが、もともと白帯であるスハネフ14型に加え、更新改造時にステンレスによる銀体を白帯塗装に変更した15系車両も存在するため、帯の色が統一された編成となることはほとんどなかった。運行廃止直前の時点では、スハネフ14系、スハネフ15系の一部、おはね15系1100番台が白帯。 スハネフ15系の一部、オハネ15系零番台、オハネ15系2000番台、オロネ15系3000番台が銀体となっていた。富士、はやぶさに使用されていた14系客車、牽引機関車は、東京下関間を、西日本旅客鉄道の下関地域鉄道部、下関車両管理室に所属していた e f 6 6系電気機関車を使用し、下関もじ館では、 JR 九州の大分鉄道事業部大分、車両センターに所属する EF81 系電気、機関車、文字大分間は、同センターに所属する ED76 系電気、機関車が使用されていた。戦前、日本初特別急行1.2列車、富士戦後における、富士の変遷第二次世界大戦後における、富士の名称は、戦前に、日本を代表する、 列車名称であったことから、それにふさわしい列車が出るまではと使用に慎重な姿勢が続いた。結局、1961年10月のダイヤ改正で列車の増発により、東海道本線の電車特急に使用されたが、機械を逸したとの意見も少なからずあったとされる。機械を逸したとは、例えば、九州特急の過小があった朝風の設定時に、 富士の名称を用いることが検討されたが採用されず、ビジネス特急の過小があった。小玉の名称公募の際も、富士は将来ウェット仕様の計画があるという理由で温存され、投票対象から除外された。1964年10月以降、富士は日本本線直通の寝台特急となりそれ、以前からすでに運行されていた東京西鹿児島間、急行列車、 高千穂の上位格の列車となった。翌1965年10月1日には、宮崎県へ乗り入れ、初の同県対東京直通特急となった。なお、朝風以来、東京と九州各地を結ぶ、寝台特急列車に、国鉄での故障として、九州特急が知られるが、富士はそのうち愛称を個別に与えられた、最後発列車となった。 東京体九州東部連絡急行高千穂、高千穂と、周辺列車群九百六十三年六月一日、二十系投入当初の、水穂編成図最長九州特急、富士と、最長夜行急行高千穂九州特急長楽の時代と、富士富士号の特急券 B 信頼圏九州特急の、終縁単独運転時代の、富士最終運転日の新大特急富士、 文字小クラ復活運転。ありがとうございます。